アルメニア共和国はロシア革命後1918年から1920年にかけてアルメニアに存在した国家である。ザカフカース民主連邦共和国の崩壊に伴い独立、建国されたもので民族主義的な社会主義政党のアルメニア革命連盟を政権の中軸としていた。また、セーブル条約ではオスマン帝国から 広大な領土を編入することになっていた。しかし隣接するアゼルバイジャン民主共和国とは折り合いが悪くナゴルノカラバフをめぐって交戦した。また1918年にはグルジア民主共和国とも短期の戦争になった。そのうちに北からはボリシェビキの西からはムスタファケマルパシャの率いるトルコのアンカラ政府からの圧迫を受け、 1920年12月2日には、赤軍が首都エリバンに入場し政権は崩壊、アルメニアソビエト社会主義共和国の樹立が宣言された。ソビエト連邦の崩壊後のアルメニアは、事故を第二共和国と規定し、この時期の生態を第一共和国と呼称することで、両者の連続性を強調している。なお、1920年7月にアルメニア政府によって、 中日アルメニア共和国領事に任命されたダイアナ・アガベック・アプカーは世界初の女性外交官と言われている。ダイアナは1889年に新婚旅行で日本を訪れたのをきっかけに1891年から夫ともに日本で商売を始め1937年に横浜で亡くなった。ありがとうございます。